紙面は富安、アルテタへ限界突破。イギリスメディア、KBR フットボールはミケル・アルテタ監督からの信頼が厚い、富安がすぐに放出される可能性は低いと見ているようだ。アーセナルの富安武博の売却についての本音と、日本代表ディフェンダーの去就について特集、デッドラインまでに適切なオファーがあれば、アーセナルが富安を売却する可能性はあると、今回の移籍について完全に否定はしていなかったが、アルテタは富安の全てが大好きだと、指揮官からの信頼が厚いことを強調した上で、アーセナルは富安の前に他の3人のディフェンダーの売却を望んでいる。それはキーラン・ティアニー、オレクサンドル・ジンチェンコ、ヤクブ・キビオルだ。その決断はアーセナルファンにとっても驚きを与えるものではないだろう。富安はアーセナルで真っ先に放出候補になったというわけでもなさそうだ。アルテタは試合以外のトレーニングに取り組む姿勢などもすごく重要視している。このまま残ってチームが優勝したら、レギュラーでなくても富安は間違いなくレジェンドの一人になるはず。日本代表の誰かが言ってたけど、一番トレーニングルームにいるのが富安で、常に身体のケアをしていると。富安は控えでも腐ったり文句言うこともないし、ピッチ外の姿勢も含めてアルテタは評価しているんだろうな。絶対に手放したくないと思うけど、怪我が多すぎるのがね。怪我さえしなければレギュラー。ただ怪我でいないのが富安。最近、富安と遠藤に対するネガ犬の記事が多いような気がする。富安がいるから安心して見てられるんだ。この稼働率で放出されないのはすごいわ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。